ロサンゼルスエンジェルスのマイク・トラウトがついに移籍するかもしれない。エンジェルス専門メディア、ハロ・ハング・アウトは9月24日、トラウトによるエンジェルスのオーナー、アート・モレノに対する最新の批判は必要なものだったと報じた。大谷翔平マミコ夫妻の中むつ G2 ショット写真を厳選してお届け。トラウトの不満は沸点に達したようだ。同メディアの記事は、 米メ,メディア、ザ・アスレチックによるトラウトがオーナーのモレノを批判という記事を引用したものだ。ザ・アスレチックがトラウトのエンジェルスでのキャリアを振り返る記事を出した。トラウトの不運は明らかでエンジェルスはトラウトの周りに勝利の環境を育むことに失敗した。それは今でも続いているザ・アスレチックの記事でトラウトは オフシーズンの二三の補強が大きな違いを生むかもしれない。すべてはオーナー次第だ。そこが我々のいる場所だと思うと、モレノに対して強い口調でチーム強化を求めた。これを受けて、ハロハングアウトは、トラウトが記者に話すのは久しぶりだ。野球ファンなら誰もがトラウトのキャリアが無駄になっていることを理解している。トラウトにも翔平大谷のようになってもらいたいし、 もっといい環境のチームを見つけてもらいたいと願っていると、トラウトのエンジェルス対談を期待した。